皆さんこんにちは。レッドイットダイ開発の裏側に迫る開発者インタビュー、レッドイットトーク。今回はアクションについてご説明いただきます。よろしくお願いします。ディレクターのシンです。先輩、アンクルですね。いやー、このコーヒーですね、めちゃくちゃ美味しいです。飲むのかい。飲むんすか。まあそういうわけでですね、このすごいアクションゲームってことなんですけども、はい、つまりどんなアクションゲームなのかをちょっとシンさんに聞いてみたいな。あ、パンさんに。シンさんに一言で語るのは難しいんですけど、まあ、あえて言うなら骨太なローグ型ハックアンドスラッシュっていうゲームですかね。なるほどね。ローグライク、はい、つまりローグが大好き。はいはいはい。まあローグが好きっていう意味じゃないんですけど、まあ、ローグ風なっていうゲームですね。基本的にはもう死んだら終わりのゲームなんで、うん、まあ、その中でいかに生き残っててっぺん目指すか、まあ、生きるか死ぬかのサバイバルですね。まあ、つまりやるかやられるか、はい、そうです。強烈なレイジムーブ、そしてハイパーバイオレンスなゴアフィニッシュ、まあ、今までのアクションゲームにちょっと満足できなかったユーザーのためにどぎついアクションを入れてますね。飲むの？なるほど。なんかやばい感じの匂いがしてきますけれども、これつまりおいくらで買えるんでしょうかね、このゲームは。そうですね、ここがまたどぎついところなんですけど、このゲームフリートゥープレイ、つまり基本無料で配信予定です。わお。基本無料で配信予定。今噛みましたけど、フリートゥープレイ、それはつまりフリートゥープレイ、プレイなんですよ。無料です。 No。 で、まあこのフリートゥープレイとともに僕もゲーム業界の中でサバイブ、生き残っていきたいななんて思っている次第でございます。はい、それでは本日のキーフィーチャーは、ハイパーバイオレンスなレイジムーブとゴアフィニッシュを堪能できる、それがレッドイットダイということでいただきました。どうもありがとうございました。レッドイットダイ。プレイステーション。